メアリー・アデレード・オブ・ケンブリッジは、ビュルテンベルクの王族、テック公、フランツ・パウルの妻。メアリー・アデレードは、ケンブリッジ公アドルファスト、ヒ・オーガスタの抜子として、ハノーファーで生まれた。彼女は、父が、ハノーファー王国不幸であったため、幼年時代を、ハノーファーで過ごした。食べることが大好きで、食べ過ぎの傾向にあったメアリー・アデレードはすぐに、肥満体となり、 太っちょのメアリーというあだ名が付けられた。1837年に、おじウィリアム4世が崩御すると、イギリス王位は、重視のビクトリアが継承し、ハノーファー王位は、おじ、アーネスト・オーガスタスが継承することとなった。ハノーファーでの役目を終えたケンブリッジ公一家は帰国し、ケンジントン宮殿に今日構えた。メアリー・アデレードは30歳を過ぎても独身であった。 彼女自身の魅力のなさと収入の少ないことが結婚的利益を逃す要素となった。しかしまた王族としての生まれが王族以外の男性との結婚を妨げてもいた。獣子ビクトリア女王は彼女を哀れみ、政略結婚の相手を探そうとした。結局、ビュルテンベルク王家出身のテック公、フランツ・パウルが候補者に見つかった。テック公は両親が 既選結婚だったため多い継承権がなかったが、公爵の位を有志王家の血を引いていた。とはいえメアリー・アデレードよりランクの低い相手だった。ものの、他に候補者は現れず、メアリー・アデレードは、テックーとの結婚を決めた。二人は1866年6月12日、旧教会で挙式した。メアリー・アデレードは夫にひずろいあるハイネスの称号を与えるよう、 ビクトリア女王に要請したが却下された。その代わりに1887年のビクトリア女王即位50周年の式典の際にハイネスの称号が与えられた。テック交付債はロンドンに住むよりもイギリスより物価の安い外国暮らしを選んだ。これはメアリー・アデレードがテック区間の唯一の化石頭であるせいであった。彼女は王族として 年五千ポンドの年金を受け取っていた。また、母オーガスタは補充の収入として、娘に収入を分けてやっていた。ビクトリア女王は、収入を増やしてほしいという要請を、片っ端から拒否した。しかし、女王は、鉄格下に住居として、ケンジントン宮殿の数室また、田舎の別荘として、ホワイトロッジ荘を与えていた。これらのつつましやかな収入にもかかわらず、 メアリー・アデレードは派手好みで、パーティーや高価な食事に、衣類の購入、外国での休暇など浪費に暇がなかった。たちまち借金が膨れ上がり、テック校一家は、債権者を避けるため1883年に、イギリスを出国しなければならなかった。一家は、フィレンツへ旅行し、ドイツとオーストリアでは、演者のもとに滞在した。彼らははじめ、ホーエンシュタイン博夫祭という偽名で旅行した。 しかし、メアリー・アデレードはより良いサービスを受けたいため、結局王族の身分を明かした。テック公一家は1885年にイギリスへ帰国し、ホワイトロッジ層に住んだ。メアリー・アデレードは、事前活動、特に児童福祉活動の支援者となった。1891年、メアリー・アデレードは、長女ビクトリア・メアリーを、プリンス・オブ・ウェールズの息子の一人に嫁がせたいと、熱望した。 一方で、ビクトリア女王は未来のイギリス国王となる孫の日にはイギリス生まれのもちろん王家の血を引くランクの低くない貴族女性を選びたいと考えていた。メアリー・アデレードの娘はその判断基準を満たしていた。ビクトリア女王の承認を得て、ビクトリア・メアリーは王位継承権第2位のクラレンス公アルバート・ビクターと婚約した。それからわずか6週間後に、 クラレンス公は休止するが、ビクトリア女王は、ビクトリアメアリーに好意を持っており、彼女をクラレンス公の自定要求ジョージと婚約させた。二人は1893年に結婚した。ビクトリアメアリーが、王家の最高位とも言うべき、王位継承予定者と結婚したことで、テッククゲに劇的に幸運がやってきた。テッククゲの娘が、未来の王妃となったのである。しかしメアリーアデレードは、 娘が王妃となるのを見ることなく、1897年にホワイトロッジ層で没した。遺体はウィンザー城内のセントジョージ礼拝堂に埋葬されたメアリー・アデレードと子供たち。右端がメアリー・オブ・テック。ありがとうございます。